小田原城は神奈川県小田原市にある戦国時代から江戸時代にかけての日本の城。北条氏の本拠地としても有名で、江戸時代には小田原藩の藩庁があった。城跡は国の史跡に指定されている。小江津道門、北条宗雲氏は館を今の天守の周辺に置き、後輩にあたる八田山を爪の城としていた。しかし、建築者は不明である。 巨漢部については、北条氏以前の大森氏以来のものとするのが通説であるが、大森氏時代にはより東海道に近く15世紀の遺構が実際に発掘されている現在の三の丸北堀付近にあったとする遺説もある。三代当主、北条氏康安の時代には難攻不落、無敵の城と言われ、上杉謙信や武田信玄の攻撃に耐えた。江戸時代に巨漢部が、 金星城郭へと改修され、現在の小田原城市の主角部分となったが、八幡山は放置された。そのため、金星城郭と中世城郭が、江戸期を通して並存し、現在も両方の遺構が残る、全国的に見ても珍しい城郭である。最大の特徴は、豊臣軍に対抗するために作られた広大な外郭である。八幡山から海側に至るまで小田原の町全体を、 総延長9キロメートルの土塁と空堀で取り囲んだものであり、後の豊臣大阪城の総構えをしのいでいた。慶長19年、徳川家康は自ら数万の軍勢を率いて、この総構えを撤去させている。地元地方の城郭にこのような大規模な総構えがあることを警戒していたという説もある。ただし、完全には撤去されておらず。 現在も北西部を中心に移行が残る。古地図にも存在が示されており、小田原城下と城外の境界であり続けた。明治初期における小田原町の境界も総構えである。北条氏没落後に城主となったのは、大久保氏であるが、二代藩主、大久保忠近の時代にせ、一時は二代将軍秀忠だが、大御所として隠居する城とする考えもあったと言われるが、実現しなかった。 その後、城代が置かれた時期もあったが、安倍氏、春日局の地を引く稲橋、そして再興された奥母氏が、再び入宝された。小田原藩は、入り鉄砲で女と言われた、箱根の関所を幕府から預かる立場であった。なお、小田原藩を奥母氏の大名となった市藩には、小木野山中藩がある。小田原城は、江戸時代を通して、官営十年と、元禄十年、 天守が再建されたのは、宝永三年で、この再建天守は明治に解体されるまで存続した。近世に、大久保忠世、稲葉真っさかつによって改修された部分。現在の小田原城志向、主要部のすべてに石垣を用いた総石垣造りの城である。桜城や川越城などのように、土類のみの城の多い関東地方においては、特殊といえ、 関東の入り口としての小田原城の重要性が伺える。なお、現在のような総石垣の城になったのは、官営9年に始められた大改修後のことである。本丸を中心に、東に二の丸及び三の丸を重ね、本丸西側に、屏部岩くるわ、南に小峰ぐるわ、北に小倉舞ぐるわを設け、四方向の守りを固めていた。この他、 小峰ルワと二の丸の間に高部桑和、二の丸南側にお茶つぼ桑和及び、馬屋桑和、二の丸北側に、弁災天ルワと、計四つの小ルワが設けられ、前出しとして機能した。建造物としては、本丸に天守及び、増姿の上腕木門、二の丸には館、道門、平屋桑がそれぞれ設けられ、小田原城全体では、城門が十三棟ほど、 矢倉が八基ほど建てられていたものと考えられている。江戸末期には海岸に三基の砲台が建設されている。明治初期にほとんどの建物が取り壊されたが、本丸、二の丸、茶つぼぐるわ、馬屋ぐるわは,は復元が進んでいる。高部ぐるわには図書館、郷土文化館が置かれ、小峰ぐは,は法徳二宮神社、廟部岩ぐは,は遊園地となっている。ご倉前ぐは,は 球場となった後、一時的に駐車場となっていたが、現在復元整備中。ベザイテングルアは、城市公園外の住宅地となっており、商工会館や旭日川岡高校が建つ。平地部に対する爪城にあたる。小田原合戦において、北条宇治政がここに陣を置いたとされる。大森市時代からの本来の小田原城とも言われるが、移説もありはっきりしない。 東から順に東グルは本極林、西ぐルは藤原平、独園の木平と連なる連閣式の構造。本極林の南側に南グルは西グルはの北側に単屋グルはを置き、守りを固めている。現在、大半が宅地化。東グルはは一部史跡公園となったが、本極林とその北側、及び南グルはは住宅地である。西 藤原平は、現在の小田原高校で、丹谷ぐるわは、低球場、独栄の木平は、貯水地及び、城山公園となっている。王子の面影はほとんど、連城をインドル与奈ラ城は、中核部が、二の丸総堀、三の丸総堀、草加前堀によって三重に囲われた構造となっている。二の丸総堀は、平地部及び八幡山古角外周の堀がつながった、ものである。 三の丸層堀は、近星上閣部の三の丸堀に加え、南側の天神山丘陵の尾根を走る空堀、そして最西端の小峰大堀説によって構成される。小峰大堀切は、中世上閣部最大の遺構である。東側へと伸びる、八万山丘陵、天神山、丘陵、他日丘陵が集まる点にあり、各丘陵と西側の山地部を切断している。 草加前堀は常日のように、小田原の町全体を取り囲んだ、連続した空堀と水堀である。山地部の空堀は、小峰台堀切りよりさらに西の小田原城最高所となるお金の台を取り込んでおり、ここから北西部の桜馬場、稲荷森の草加前堀は、比較的よく残る。平地部の水堀は消滅、あるいは暗渠化したが、南西部の早川口や、 東部の連城院近辺に、かろうじて土類が残る。元は、平安時代末期、相模国の豪族土石一族である、小早川遠平の館であったとされる。八木物語にて、北条時よりから佐野源左衛門に与えられたという物語がある。英二23年、上杉全州の乱で全州方であった土石が、失脚し、駿河国に根拠を置いていた大森氏がこれを奪って、 相模国、伊豆国方面に勢力を広げた。明王四年、伊豆国を支配していた伊勢平氏流伊勢政治が、大森富士よりから奪い、旧構えを大幅に拡張した。ただし、年代については明王四年以後に、大森氏が依然として上司であったことを示すとされる古文書も存在しており。ただし、政治は亡くなるまで、ニラ山城を根拠としており、小田原城を拠点としたのは、 息子の伊勢氏綱が最初であったとされ、その時期は氏綱が家督を継いだ絵章15年もしくは、政治が死去した翌絵章16年の後と見られている。以来、法宇氏政、法宇氏直夫氏の時代まで戦国大名北条氏の古代に渡る巨城として、南関東における政治的中心地となった。永禄四年、北関東において、後北条氏と敵対する。 上杉謙信が越後から侵攻し、小田原城の戦いとなる。軍旗などでは、11万3000とも言われる大軍勢で小田原城を包囲。1ヶ月にわたる牢城戦の後、上杉軍の攻撃を防ぎ切ったと伝えているが、実際は10日間ほどの包囲であったと見られる。A61 年海の国の武田信玄は、駿河今川両国への侵攻を開始し、後方城氏は、 交渉同盟を破棄し、越後上杉氏との越相同盟を結び武田方に対抗した。信玄はこれに対して、北関東の国衆と同盟しご宝城両国へ圧力を加え、翌禄十2年10月1日から4日にかけてご宝城両国へ進行し、小田原城を包囲する軍事的自衛活動を行い、撤退に際して追尾したご宝城勢を、三間瀬峠の戦いにおいて撃退した。 あとに、御宝上氏は、武田の駿河領有を承認し交渉同盟を回復している経緯からも、この時の小田原攻めは、本格的進行ではなく、軍事的自由行為に過ぎないものであったと、考えられている。御宝上氏による小田原城の改築は大きいものでは、少なくても二度あったと考えられている。最初は、伊勢政治が小田原城を終えた直後で、ほぼ同時期に、 鎌倉に大被害をもたらした大地震があったと言われており、文献上の記録はないものの距離的に近い小田原も被害を受けた可能性があり、戦闘と地震による打撃を回復させるための改築が行われたと見られている。もう一度は、A69 年から同12年の時期に小田原城の改築に関する文書が多数発給されており、この時期に相次いだ上杉氏、 武田氏の信仰に備えたものと考えられている。また、交渉、春三国同盟の時期を除けば、小田原城の西隣に位置する、駿河国寸東軍は、御北条氏を含めた、諸勢力による争奪が長く続いており、御北条氏の時代全体を通じて一番緊迫した、国境であった寸東方面への抑えとして、小田原城は重要視されており、 関東地方の大半を制圧した後もその中央部に本拠地に移動させずに小田原城を本拠とした理由と考えられている。なお、北条宇治安の館には、会所、神殿が備わっており、永六万年に小田原に入った小学坊、足利義氏が宇治安邸を宿舎としていたことが知られている。石垣山一よ城から望む小田原城、天正十八年、豊臣秀吉が、 天下統一の仕上げとして隠居、北条宇治政と当主宇治治が指揮する北条氏と改戦し、当時北条の台頭に対抗していた関東の大名、佐竹義重、宇都宮国津奈良と共に、数十万の大軍で小田原城を総攻撃した。小田原征伐と呼ばれる、この戦いにおいて秀吉は圧倒的な物資を持って取り囲むと共に、別動隊を持って、 関東各地の北条氏の市場を括弧撃破し、牢情戦によって敵の兵糧不足をまじ逆周しようとした北条氏の伊藤久次期、3ヶ月の牢情戦の末ほとんど無欠で解除させた。この牢情戦において、北条側が和議と交戦継続をめぐって議論したが、一向に結論が出なかった古事が、小田原表情という言葉になっている。その後、秀吉は、 国綱と共に下谷国宇都宮二陣を移し、三陣した東北地方の諸大名の処遇を決定。秀吉の国内統一事業はこれをもって完成した。後北城氏は、A612 年に武田信玄に小田原城を攻められたことで未曾有の小田原城の大改修が始まったと言われているが、年代と不審内容については未だに不明な部分が多い。この頃の白武神の作業内容は、 土塁と堀の築造が主体。三ノ丸外閣を充実させながら、新たに外周に、三ノ丸の外閣を構成し、三ノ丸の定置部分が優先となり、次に山岳部の外閣を築造した。天正六年正月三ノ丸大武神山岳部、三ノ丸府神、北条宇治テの屋敷を、要外内に入れるため、寺地の提供を求め、結果的に北条氏の家臣朝倉氏が土地を買収している。 天正13年2月天正13年3月から五法上市時代に小田原城は二の丸三の丸ともに山地部分が広大で山城を意識して城地を拡大したと思われているが不明である。三の丸の外閣の不審は翌年には天神山尾根拡張市外閣が完成。天正15年正月天正15年5月。 天正17年の秋から天正18年正月、関東の四条軍の不審、草加前の築造、城下町と農村を城内に入れて、豊臣との全面対決を意識した。戦後、北条氏の領土は徳川家康に与えられ、江戸城を居城として選んだ家康は、復審、大久保忠世を小田原城に置いた。小田原九条は、 現在の小田原の市街地を包摂するような巨大な城郭であったが、大久保市入部時代に規模を縮小させ、以後、17世紀の中断を除いて、明治時代まで大久保市が居城した。一方、北条氏は、一族の北条氏政が、河内国佐山一万余り市を治める、戸山大名として明治に至っている。水堀にの丸建造物としては、県内中井町の民家に、二の丸にあった、 高田門と伝わる門が現存しているが、当時の部材が少しだけしか使われ、また、市内の民家にも城門が一区現存しているが、改造が著しくこちらも一区城門と確定に至っていない。中世小田原城の遺構としては、などが、それぞれ現存する。また、遺跡調査では、旧三の丸の高田口門があった付近で、障子掘り跡が確認されている。 堀跡の1号堀は幅約20メートルの障子堀で、2号堀は幅約7メートル。1938年8月8日、小田原城跡として国の史跡に指定された。1959年5月29日一部地域を追加指定したが、1974年と1975年の両年度にわたって小田原市保存管理計画策定事業を行った。結果、 主として外閣部の未指定地において、両校内閣の依存が確かめられたため、そのうち、後北条市時代のものと思われる、北東側の空堀と、江戸時代の絵図などで知られる、早川口関連以降と考えられる二重の土類について1977年5月4日、さらに当該部分の追加指定がなされた。その後もたびたび追加指定が行われている。史跡指定範囲は、 小田原市場内、本町、栄町、浜町、城山、板橋、十字、谷津、南町に及んでいる。ありがとうございます。